Z34 型フェアレディ ZVQ37VHR 型エンジンは日産自動車により製造されている高回転型の V 型6気筒エンジンである。搭載車種によって全く異なるメーカーチューニングがされており、市販車に搭載されている自然吸気エンジンの V 型6気筒としてはフェアレディ Z34 型に搭載されているモデルが2020年現在で 世界最高の出力を誇る。現在の日産で製造されている自然吸気モデルのフラッグシップエンジンであり、2007年8月に発売された北米使用インフィニティ G37 クーペに初めて採用された。日本国内では同社の日本仕様である CV36 型スカイラインクーペに初めて搭載された。スカイラインクーペに搭載するにあたり、 そのライバルとなる BMW3 シリーズクーペに走行性能で劣らないために従来の3.5リットルから排気量を 200cc 増加させ3.7リットルとなった。200cc の排気量増によって出力、トルクともに VQ35HR 型あるいは VQ35 d 型エンジン比で向上したにもかかわらず一方で可変バルブ機構の新技術ビルの採用により 燃費性能も向上されている。そして、それまで旧世代の VQ35HR 型エンジンを搭載していた各モデルは、フルモデルチェンジ、あるいはマイナーチェンジにより順次 VQ37VHR 型に搭載エンジンを変更している。VQ35HR をベースとはしているものの、35%以上が新設計となっており、事実上の新型エンジンである。 ハイブリッド対応エンジンや電気自動車などをはじめとした次世代型自動車黎明期に発表された100%ハイオークガソリン仕様のハイパワーエンジンであり国産自然吸気エンジンの傑作機との声も多いレッドゾーンが 7500rpm からの高回転型エンジンであり吸排気系統が左右対称独立型となっているため 高回転域では独特の寒高い排気音を奏でる。可変バルブ機構であるビルの自由度が高く、日産によるエンジン本体や各部の調整によりエンジンの特性が車種により大きく異なっている。馬力に関しては自然吸気エンジンらしく回転数に応じてストレートに上昇していき、トルク特性は約千五百 r p m より急激に上昇して約三千 r p m より レッドゾーンまでほぼフラットになる。セダンタイプについては、より滑らかに、スカイラインタイプはよりスポーツよりに、フェアレディ z 34型に対しては、エンジン本来の性能を出している。実際に加速力や操作性が全く別のエンジンと、言っていいほどに異なり、評論家のゴミヤスタカは、フェアレディ z 34に搭載されている VQ37VHR を、な、 エンジンの最高傑作と評している。エンジン自体は、旧配偽システムと AQ のセッティング次第により、メカチューンを全くしていない完全ストック状態のままで 400PS 以上の高出力を出すことが可能である。そのため、エンピアエンジンの耐久面などを鑑みて、純正状態の搭載車種は、出力を考慮したコンピュータセッティング及び排気システムの後継を絞り、 出力を大幅に抑えている。雑誌の企画にて、パワーハウス・アミューズが製作した AQ、再セッティング及び吸排気系のみを交換した、フェアレディ z 34が、純正実測値と比べて 100PS 以上の出力アップとなる 390PS を発揮した。使用燃料は、無塩プレミアムガソリン専用であり、やむを得ない場合を除いてのレギュラーガソリン仕様は、非推奨となっている。 使用エンジンオイルは純正のエステル配合済み100%価格、合成油もしくは API 規格の中でも、さらに高性能オイルを対象とした、スターバーストマークの付いたオイルが推奨される。車種によっては、正規ディーラーで、モービル一を進められることもある。先代の VQ35HR 型と同じく、高回転及び、ハイレスポンスの頭文字である、HR を冠している。 日産の v 級エンジンは1995年から14年連続でアメリカのテンベストエンジンに選出されていたが2009年には選出から漏れたためこの VQ37VHR 型エンジンが連続選出の最後エンジンとなった。2008年ありがとうございます。